そう、あの慣れなんだけどね。そう、俺練習したからさ、スモーク内でもファイトできちゃうのよ。そうだからもう本当にもう、どんどんだけどんどんだけみたいな感じになっちゃうんだよ。これがやばい本当に。俺がね、もうね、なんだこれ強すぎやろって言ってる理由これなんだよな。ひでえ。相手が打ち返してこない。スモーク内見えなさすぎて。でブラハとかさ、デジスコはもうね、持ってたら見えますからね。でしかも相性がいい理由がスキャンするじゃん。そうするとある程度敵の位置が把握できるから、その金デジ持ってる人たちがそこに照準合わせやすいんだよね。だからそれで敵をずっとトラッキングし続けて撃ち合うみたいな。そう、金デジはとりあえず最初はこう周りをよーくね見ないとね、分かんないはずなのに、スキャンでもうね、あそこら辺ねって分かっちゃうんだよ。これは強すぎる。バンガとの相性が良すぎる。だこんなんさ、フルパできたら勝てるわけねえじゃんこれ。これなんですよ、わかる？おろありがとうございます。ソロでやっててもこんなに強いのにさ、これがフルパで突っ込んでくんだぜ。無理なんだよ。積んでる本当に、どうしようもねえ。これどうやったら調整できるんだろう。やっぱ木の数減らすぐらいしかでも方法なさそうなんだよな。瞬きしない、戦場はこの下だ。本当に強いわ。最強だ、最強、最強キャラクターたちだ。バンガだから、バンガシアとかやばかったよな。だからそう考えると本当に、あそこら辺からちょっと片鱗が見えてたな正直。バンガロールのスモークたくだけで相手の視野のウルトを吐かせられるから、それはそれでやばかったしね。あとあれ、バンガのスモークと相手視野アビリティ当てて8秒間スケスケにして殺すとかね。あそこら辺からちょっとなんかバンガがおかしいみたいな感じになってきた感じはするけど、恐ろしいね。恐ろしい。僕が来たら逃げるしかないんだよな。それしかないのが強すぎるね。やっぱ楽しいわやってて。そう、もう相手がさ本当にどうしようもないから楽しい。あ、待って、これさレブミサイル入れんのかな。どうなるんだろう。あ、グレネード扱いじゃないんだ。あ、いいね、タイトル神ちゃん。しかもさ、それもさ、何がやばいってガスウルトって確かすごい長いじゃないですか。3分だったかな。アビリティ一発でさウルトをさ吐かせられる。うーん、強いね。強いね。え、でも本当にそれぐらいでいいと思うよ。フルタイム1分ぐらいでそれぐらいそのしないと最強だよ。ってぐらいには本当に強いね。うん、本当に強い。まあ俺はね、でもあの金デジじゃない、金デジスコの弱体化じゃない、あやるにしても。あとはバンガロール時代をなんか、あ、もらうわそれ。そう、バンガロール自体はさ弱体化するのは多分難しいからさ、そうなりそうだけどね。 OK。 続く道だ。気づかれる前に捕らえよう。下かな。昔のワールズエッジの方が分かりやすいかも。あ、今サーフシャーク様出てますね。サーフシャーク様、こちらは VPN といって、エピソードのラグとロスが軽減されるものですね。ちょっとラグくてやれないって人はね、ぜひぜひクリックしてみてください。めちゃくちゃいいよ。あー、え、それ良くない？デジタルスレッド充電式は絶対いいと思うんだけど。あ、それめちゃくちゃいいと思う。まあめちゃくちゃいいと思うっつって、それが反映されるわけじゃないんだけど別に。だけどそれすごくいいな。え、それ天才かも。
見れちゃうっていうのがおかしいから。あ、それいいな。運営さん、めっちゃいいアイデア来ましたよ。これで変わったらもうね、採用されたってことですね。そう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 、マジそのレベルにしないと良くないと思うんだよね、ケアパケが。そう、そんなレベルだと俺は思ってる。それぐらい強い。そう、弱体化しろっていうよりは、なんかそう、金ゲジが強すぎる感じがするな。例えばさ、そう、アビリティとアビリティはさ、ヒナジー感じるからいいんだよ。うん。ヒナジーっていうか、なんかもう最強やん、ただのっていう。一旦消す。それ最強やん。こんにちは。バンガロールと相性が良すぎるキャラクターはこれ。ブラハ。ブラハ乗ると。ブラハホライゾンバンガー。はい、これです。今はこれです。そう、バンガーホライゾンシアと同じで、シアの代わりに、ブラハ積んで、もうジジイ。詰めていけるし、別に後半まで腐らないし、スキルが。そこが強いね。スキルがね、後半まで腐らないのがやばすぎるね。割と、なんだろう、こういうキャラクターたちってさ、なんか、後半使えないよね、みたいな。道中強いけど、みたいな。レブナントとかそうじゃん。レブナントとかはさ、後半で腐るんよ。まあ、ウルトが最終炎でちょっと刺さるかなっていう、いやだ、それでもちょっと微妙かな。っていう感じなんだけど、そう、こいつらのやばいところは、もう一番最後まで使い切れるっていう。あー、それ素晴らしい。マガジン載せらんなくなるとかでいいんじゃない？そう、なんか専用キャラとかにしてほしいよな。そう、金で地のされるのは番側のしてダメで自己完結型すぎるから。そうすると番側のせずに行こう。あれ、やるね、ゲジめっちゃ痛えよ。おお、別の部隊、マジかよ。うわ、あ、間違えた。なんかレブミサイルを投げるっていうあれが修正がねえからミスっちゃう。俺のフラットラインどうなってんの？ビームすぎやろ。やば、救急痛すぎ。なんだその当てがん。神みてえな当てがんのやついるような、ちょくちょく怖すぎるわ。その距離感救急でそんな当たるんか、すごいな。天才だと思う俺。多分できるんだろうけど、なんかすごいなマジで怖え。救急の多分怖いとこってあそこなんだろうな。なんかランダム性でさ、当たるときはマジで死ぬほど当たるみたいな。フォローありがとうございます。フラトラとも感じてほしい。いや、今やばかったね。マジで意味わかんない距離、フラトラでまんまかしちゃったよ。
む。じゃあそう今ね日課にしてる頑張ってバッテリーだーフェニックスキットだ素晴らしい。ああもう気持ちいい絶対殺す待ってろお前らは絶対やるぞセンチネルチュン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 撃ってきやがってよお前らは許しません。あお前まで行けるな。残り1分を切った。リングまであと少し。スナイパーは頑張ってもらって。リロード中だ。残り30秒。リングは近い。あいつら待って3人でセンチネル持ってんだけど残り10秒あっちだシールドをリチャージするやばすぎだろマップを見ろリングが動いてるケアパッケージを輸送中ですケアパッケージが来ます宴会でファイトし始めた。弓も強いよな。注意環境をマーク中。うん、オッケー、全員右だ。全員そうだね。あとはマップルンかアイテム。結構前出れますね。エムロックは最強です。俺気づいちゃったんだ。ヘッショダメージがでかすぎってことに。自然の力を召喚する。目標。敵のシールドを割ったぞ。敵に運命の時が訪れた。エリン、あちらの方向に敵がいるはずだ。あと1分。許さんぞヒートシールドで頑張ろうなんてさせねえ。させねえさせねえぞさせねえぞ。リロード中だ。いやあやべえヘムロックさこれぐらいこれぐらいで打つとやばい。あのねこうじゃなくってこれぐらいこのタラランタラランタラランぐらいのテンポで打つとやばい全部当たる強すぎるやべ えこれですね。そう本当に多分 0.1 秒ぐらい開けんのかな感覚をタラランタラランタラランって。そうするとやべえ
これ強いな。よし、そろそろランクやろう。いや楽しかった、うん、なるほど、早く打ちすぎちゃいけないのか。ネメシスと同じ匂いを感じますね。超威力高い、当てやすいネメシス、やば、最強じゃん。